そして大トリを飾るのがですね、はい、こちらも後にバンドになりました、はい、ですけども最初の頃は、まあ、RC と同じようにベースの方がいた頃はですね、ピーター・ポール&マリースタイルでギター2人にベース1個とまるっきり RC と一緒だったですね。ですけどもプロとしてデビューした時に、プロとしてというかね、そのアルバムを出した時には2人グループになってまして、ベースの方は辞めてしまいましてですね、まあ簡単に言いますとデュエットですね、デュオデュオでございます、はい、後にバンドになりますけど、大ヒットを連発するあの、そうです、オフコースでございます、フォーク時代のオフコースでございます。今日は、小田さんとやっさんのみですからね、いいですね、やっぱりオフコースファンはこれだよなっていうような、もうね嫌がるんだよみんなね、本人たちね、 RC はやっぱこれだよななんて言って3人だな、やっぱ拓郎はフォークギターだよなとかねそういうの嫌がるよねみんな本当は違うんだよ、あの頃はしょうがなかったんだよ、大体皆さん言われます、みんなやっぱバンドやりたかったね。オフコースもそうかもしれない、最初は、フォークスタイルでしたけども、やっぱり徐々に成功して、大きい会場でやるようになってくるとバンドの形になってくると、しかもバンドに対応できるボーカルだ、ね、対応できるボーカルでありますから、その RC にしてもオフコースにしても、ですから、無理なくね、素晴らしい発展を遂げていくわけでございますけども、オフコースが実は2人時代にですね、まあこう言っては小田さんに怒られちゃいます、安さんにも怒られちゃいますけども、なんですか、2人時代あんまり思い出してくないみたいな辛いっていうかですね、苦節と言いますか、結構扱いがひどかったりとかですね、そういう時代だったみたいですね。あとヤングタウン東京、女の子だけで満員御礼っていう TBS のですね、毎週 TBS ホールでやってた番組にレギュラーで出てらっしゃって、その時も2人で洋楽のカバーをやったりとか、たまに自分たちのオリジナルやったりとかして、うまいなと思ったんですよ僕らも。うまいと思ってんだけど、毒がな、全く RC と逆ですね、こちらは毒がなくて綺麗すぎ、もうなんかさーっと流れて、ラジオ聴いててももう流れていくだけみたいな。その当時はやっぱり毒を求めてましたから、皆さんフォークファンはもうやっぱりなんか個性があってどぎつい人たちばっかりを求めてましたから、オフコースはその時代に合わなかったんですね、あまりにも繊細で、なんでしょうね、その都会的でセンスが良すぎちゃって、サウンドにも、なのでやってる洋楽、まるで洋楽でしたからね、なのでまあ時代には合わなかったんでしょうね、二人時代は。で苦節というか、なかなか売れなかったんですね。だけどもこのライブが出てるんですけど、秋行く街で、これは初めて2人がリサイタルをやったライブでして、小田さんをもう最後の方では感激しちゃってね、小田さん結構感激屋さんですからね、泣いちゃったりしてるんですけど、じゃあそのオープニング近くですね、オフコース当時は得意だった洋楽メドレー、とにかくこのねフォークのメドレーもあるんですよ、いろいろくっつけて神田川から始まってね、陽水さんの歌を歌ったりとかしてるのもあるんだけど、このアルバムに入ってるの、まあ何曲か白い一日とか傘がないとかも歌ってるんですけどね、陽水さん。今日かけるのは洋楽のメドレー、これすごいよ、5分ちょいあるんですけども、あっという間に終わりますね、はい、オフコースの実力、6分近くあります、オフコースの実力が本当に垣間見れる、あの時代にこんなに洋楽をうまく歌う人たちがいなかったもんね。バックはちなみにバンドはポンタさんですね、ドラムポンタさんだった確か、でギターなんかすごいメンバーなんですよ、とにかく大村健二さんじゃなかったかな、ドラムはポンタさんですよね、あであれだ、ピアノはあの人だ、羽根健さんじゃないかな、羽田健太郎さんというような、はい、すごいメンバーで歌っております。オフコースでじゃあ洋楽メドレーを聴いてください。すっげえな、やっぱり聞いてみたいね生で、もうやってくんないだろうけど、きっとすごいよね、このオフコース得意だったんですよ、こういうメドレーが、いろんなパターンを確かね持ってらっしゃって、
いや、やっぱりこの洋楽好きなね連中とかにとってはすごいなと思うよね。ただあの時代のフォーク好きにやっぱ受けないだろうな。やっぱ泉谷さんとかさ、拓郎さんとか好きで RC とかが好きな、影編とか好きな人たちには流れちゃう、綺麗なだけでみたいな、上手なだけでっていうよく言われてたんですよね。まあでも最初のデビューアルバムが出た時にすっげえなと、ね、綺麗なだけじゃなかったですから、ちゃんと聞くとってないんだけど、こういう洋楽だけじゃなくて自分たちのオリジナルをね、アルバム最初の僕の贈り物を聞いた時に、あすげえなと思ったもん僕ら。でやっぱり音楽好きのやつが何人か学校にね、オフコースを見逃さないやつらがいて、両国高校に一人いたんだよ、キリガヤってボビーって後プロになったんだけどさ、やつが二つ下なんだけど、両国高校の小田和正だったんだね。こっちは吉田拓郎の、隅田川高校の吉田拓郎だけどさ両国高校の霧ヶ谷が小田和正うまかったよ、小田さんピアノで弾いてたもん。そのオフコースですけどもね、さっきもちょっと言いましたけど、小田さんが感激屋さんですからね、結構後半もうなんか涙ボロボロだったみたいですね。バンドになってからもあるもんね、なんか泣いちゃって歌えないシーンとかあったもんね。男気があって体育会系なんだけど泣いちゃうんですよ小田さん安さんの方がしっかりしてたかな、この曲は。だからもうこの最後の曲、本編最後なんだけど、もう多分ねその前の曲ぐらいから泣いてたみたいですね。なのでこの曲の場合はあんまり小田さんのコーラスが入ってないの。メインは安さんの曲なんだけど、本来は小田さんもコーラス入れてんだけど、意外ともうなんかでも声にならない感じ、言葉にできないですよ、ラー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 、その頃なかったけどね。だいたいこの曲と僕の贈り物が当時のエンディング、最後の曲だったんだと思うんですが、じゃあその曲をオフコースの、お別れの曲にですね、聞いてみましょうかね。小田さん泣いちゃってますから、オフコースで。でももう花はいらない、これで大エンディングになってるんですね。はい、なんか感激しますねこっちもね。最初のなんかリサイタル、オフコースのリサイタルですよ、ワンマンでやったコンサートのライブですけどね。はい、あ今日は学園祭ですね。はい、学園祭でございます。でも早速来てるよ、オフコースのライブ懐かしいですねという玉野猫にゃんこさんとか、こちら横須賀のみかちゃんは選曲がすごすぎる、洋楽メドレー素晴らしい、絶対普通じゃないですわと、やはりセンスが良いですねと、聞き惚れる、オフコースのメドレーですね。みーちゃんは先週に引き続きバラエティに富んだ学園祭、 RC サクセッション時代の清志郎さんの若くてファンキーな歌声、オフコースの若いボイスに珠玉の洋楽メドレーに感動です、小田さんの声が若くて素敵ですと。本当ですね。まあ40年ほど前の、皆さんの声ですもんね。はい、いかがだったでしょうか。はい、今日の J-POP スクールはバーチャル企画、軽トラ学園祭パート2をお送りしました。